さんこんにちは、あやめです。今日は無印良品の購入品を紹介したいと思います。新居で生活をしていくうちに必要だなって思ったものや SNS を見ていて気になった商品を買ってみました。よかったら最後までご覧ください。何か参考になったら嬉しいです。綿素材のスリッパです。インスタでよく見かけるので可愛いなと思ってました。夏にさらっと履けて履き心地が良さそうだったので買ってみました。洗濯ネットに入れたら洗濯機でも洗っていいそうです。スリッパってやっぱり汚れるから洗えるのは嬉しいですよね。私は足のサイズが 23.5cm なんですけど M サイズでちょうどいい感じでした。リンクルクリームです。これも SNS で話題になっていて一時期品薄になってたらしいです。今日は売ってたので買ってみました。だんだんシミとかシワとか気になる年になってきたので地道にケアしていきたいと思ってます。こっくりとした濃厚なクリームで目元にピタッと貼り付く感じです。効果があったら動画やインスタで報告したいなと思ってます。ウェットティッシュのケースです。これは私の動画の中でも頻繁に登場するので見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、私が持っている無印の商品の中でも激推しなアイテムなのでもう一度紹介させてください。今回は2年使っているものが壊れちゃったので買い替えをしました。子供のお尻拭きとかウェットティッシュって派手なパッケージのものが多いと思うんですけど、このケースに入れるとシンプルで主張がなくなるので良い感じです。ボタンとかもなくて簡単に開け閉めできるので子供がご飯をこぼした時なんかもささっと拭くことができます。小さい子がいると食事以外でもクレヨンが画用紙からはみ出たとか何かよくわからないもので床や手がベタベタとかウェットティッシュを使う機会が多くて常にテーブルの上に置きっぱなしにしてるんですけど、シンプルでインテリアに馴染むところも気に入ってます。洗顔ネットです。本当はね100均で買おうと思ってたんですけど無印の方が100均より安かったので一緒に買いました。まあ何の変哲もない普通の洗顔ネットです。お風呂で使おうと思います。布巾です。使いやすくてコスパがいいのでいつも無印で買ってます。布がしっかりしていて水もよく吸うので最初はお皿を拭くのからスタートして汚れてきたら雑巾って感じで家の中で回して使ってます。おすすめなので使ったことがない方はぜひ使ってみてください。ハサミです。この白くてシンプルなデザインが気に入ってます。キッチンで使ってるハサミが切れなくなってきたので今回買い替えました。引き出しにハサミが入ってると何かと便利なんですよね。食品のパッケージを開けたり料理の合間にダイレクトメールとか読むのに使ってます。英語サイズのノートです。中は方眼になっていて至ってシンプルなノートです。これも最初は100均で買おうと思ってたんですけど無印の方が安かったのでこっちで買いました。ものによっては100均より無印の方が安いことがあるのでこういうのを見つけた時ちょっと嬉しくなります。
今使ってる手帳が B6 サイズなんですけど、なんかサイズがしっくりきてなくて、英語サイズを体験してみたくてノートを買ってみました。使ってみてよかったら来年の手帳は英語サイズにしようって思ってます。サインペンです。藤紫っていう色の名前が可愛くて買ってしまいました。文房具とかコスメとかについている色の名前、あれが可愛い時ってあるじゃないですか。可愛いとついつい気になって買ってしまうタイプです。くすみパープルみたいな色で、ちょっとグレーがかってる感じで可愛い色です。裏写りするのが苦手なのであまりサインペンは使わないんですけど、これは裏写りがほとんどない感じなので手帳とかノートに使いやすそうです。エビのカレーが食べたかったので買ってみました。店頭のポップにはこってりめの味だと書いてありました。無印のサイトでレトルトカレーの人気投票をしているみたいで、こんなチラシをもらいました。レトルトカレーが全種類載っていて、見ているだけで楽しい気分になるパンフレットです。私も投票してみようと思います。何にしようかな。今日は買ってないんですけど、バターチキンが安定して好きです。インスタで気になっていて買ってみました。季節限定だそうです。さくらんぼの季節なので気になって買っちゃいました。今日のおやつはこれにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。何かお買い物の参考になれば嬉しいです。また無印で気になるものを見つけたら動画にしようと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやめでした。